天然記念物、天然記念物、天然記念物 A、A, ナチュラルモニュメント、毒、ネイチャーデンクマル、中、自然念物とは、動物、植物、脂質、鉱物などの自然物に関する記念物である。天然記念物に対して、人間の文化活動に関する記念物を文化記念物、人文記念物、毒という。日本においては、 文化財保護法や各地方自治体の文化財保護条例に基づき指定される。韓国、北朝鮮では日本の私政下で施行された史跡名称天然記念物保存法をもとにした天然記念物の制度がめられている。他、天然記念物の保護思想が発展してきたドイツやアメリカ、スイス等の西欧諸国にも生物種の指定制度はないが天然記念物の保護制度がある。 天然記念物とその保護思想が発展した背景には18世紀の産業革命以後の近代化に伴い自然の破壊が進んだことによる自然保護の動きの高まりが挙げられる。天然記念物という用語はドイツの博物学者であるアレクサンダー・フォン・フンボルトが1800年完成12年に著書の新大陸の熱帯地方気候に ネイチャーデンクマルを用いたのが初めてだとさている。フンボルトは南アメリカのベネズエラでザマンデルグアイル、ザマンデアグアイアと呼ばれる樹高18メートル、直径9メートル、枝張り59メートルの樹木に対してこの天然記念物、ネイチャーデンクマルを傷つけるとこの地方では厳重に罰せられると記述している。また、フランスの作家フランソワルネド・シャトーブリアンが 1802年に著書のルネー・レネの中でも天然記念物を用いている。当時の天然記念物について、シナダ1972は天然記念物という用語ができたものの保護の必要性が認識されておらず、特に一般から注目されていなかったとしている。天然記念物の保護思想は当時の自然保護運動の推進と共に発展し、 1898年に、プロイセン王国の衆議院において、初めて天然記念物に相当する自然の記念物の保護が議会で取り上げられ、1906年に、プロイセン天然記念物保護管理研究所の設置、及び同期和務所の活動原則が定められ、公的に、天然記念物という用語が使用された。その他、イギリスやスイス、 アメリカ合衆国等の欧米諸国でも自然保護運動の発展とともに天然記念物の概念が発生し保護の対象とされてきた。日本においては三好学東京帝国大学教授がネイチャーレンクマルを天然記念物という語を用いて紹介した。三好は1906年明治39年に論文名木の抜滅並びにその保存の必要で 日本国内名簿の伐採状況と欧米の天然記念物の保護思想を紹介し、その翌年に論文天然記念物保存の必要並びにその保存策について及び自然物の保存及び保護で天然記念物の保護、保存の必要性説明している。三好は1915年、大正4年に出版した著書天然記念物でその土地に古来から存在し、 天然のままで残っているか、あるいはほとんど人為の影響を受けないでいるもの、すなわち、天然林、天然玄野、または固有の地質、岩石、動物などと天然記念物の定義を示している。1 9十一年、明治四十四年に、史跡及び名称天然記念物保存に関する建議案が、貴族院に提出され、1 9十九年、大正八年に、 史跡名称天然記念物保存法が制定され、日本の天然記念物の保護行政が始まった。なお1950年、昭和25年に、同法は廃止され、文化財保護法に引き継がれた。1933年には、日本の支配下にあった朝鮮半島や台湾でも、天然記念物の保護制度が設けられ、現在の韓国、北朝鮮、台湾に引き継がれている。 日本で単に天然記念物といった場合、通常は国が指定する天然記念物を指す。国が指定する天然記念物は文化財保護法1950年制定に基づき文部科学大臣が指定する。所管は文化庁、文化宝部記念物課、文化財監査官。文化財保護法の前身は1919 19年、大正8年に公布された。 史跡名称天然記念物保存法である。天然記念物の位置づけは、文化財保護法で規定する6種の文化財のうち、記念物を構成する3種の対象の一つである。他の2つは、史跡と名称。建築物を含む、美術、工芸品や芸術活動、伝統的な技術、技能などからなる、指定文化財のうちでは、得意な存在と言える。 指定対象は動物、植物、地質鉱物及び天然保護区域であるが、生物種や単一の鉱物だけでなく、動物の場合は、生息地、繁殖地、トライ地を、植物の場合は、自生地を、鉱物の場合は、得意な自然現象を生じている土地や地域を含めて指定することもできる。天然保護区域とは、天然記念物を含んだ一定の範囲のことである。 これらの中には、長い歴史を通じて、文化的な活動により作り出された二次的な自然も、含まれる。また、特に重要なものは、特別天然記念物に指定される。これらの指定基準は、国宝及び重要文化財指定基準並びに、特別史跡名称天然記念物及び、史跡名称天然記念物指定基準、昭和26年文化財保護委員会国示第2号。 に基づく日本に天然記念物の概念を紹介した三好は、人の手が入っていないものを天然記念物として捉えたが、天然記念物の根拠法である文化財保護法では、二次植生や栽培、移植された植物、家畜、日本犬やオナガドリなど、異入種、カササギ、ケラマジカなどを、など、人為的なものも対象としている。これは、 上記の指定基準にも記載されている。2018年、平成30年2月13日現在、国の天然記念物は1027件指定されており、このうち75件が特別天然記念物に指定されている、事項参照。国の天然記念物に指定されたものは、その後荒らされたり、傷つけられたりすることがないように、文化庁長官の許可がなければ、 採集したり、樹木を伐採したりできないような規制がかけられ、また、地方自治体によって指定されたものは、条例によって規制され、天然記念物を守ることが定められている。しかしながら、天然記念物の指定は、本来文化財保護目的である文化財保護法を根拠としているため、生物や環境由来の天然記念物の保護には、難点もある。 例えば天然記念物に指定されると、現状変更の規制に抵触するため学術研究、そのものが困難となる。また逆に、種指定を受けた天然記念物については、その生物の生育、生息環境を改変しても、それ自体は、文化財たる天然記念物の現状変更には抵触しないため、種の存続を脅かしかねない。 開発行為などの規制には無力であることが多い。また一方で、近年ある種類の生物のみを保護することにより、生態系のバランスを崩し自然環境のバランスを損なう結果、経済的損失や自然破壊をもたらすことが問題となっている。例えば、下北半島の日本猿、農作物の被害や長野県の日本カモシカ、農林業への被害、奈良公園のシカ、 農業への被害などが挙げられる。とりわけ、奈良公園の鹿は古典落語の題材、鹿生団などになっているほどで、保護という公益が個人の人権を圧迫する場合に、どこまでバランスの視点を人寄りに置くかは、古くからの行政の問題である。長野県辰野町松尾橋の場合は、現地ボタル生息地として、長野県天然記念物に指定された後に、町役場が観光用に、 他県からゲンジボタルを移入し、今も養殖を続けている2009年現在。その結果、移入、ゲンジボタルが、在来ゲンジボタルの個体数減少を引き起こしていることが問題となっている。上記のように、文化財保護法では、移入種を天然記念物に指定することも可能である。しかしながら、辰野町松尾郷の場合は、自然、在来のゲンジボタル生息地として、 県天然記念物の指定を受けた後に町役場が他県から現地ボタルを移入したという点で問題であろう。なお、同じく貴重な動植物の保存を目的とした法制度として絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律があるが、こちらは環境省の所管で対象となっている種類も異なっている。文化財保護法第109条 第2項の規定により天然記念物のうち世界的にまたは国家的に価値が特に高いものとして特別に指定されたものを特別天然記念物という動物では21件が特別天然記念物に指定されている都道府県名が記載されていないものは地域を定めず指定された動物である植物では30件が特別天然記念物に 指定されている。地質鉱物では20件は特別天然記念物に指定されている。天然保護区域では4件は特別天然記念物に指定されている。2013年2月現在、特別天然記念物での指定解除事例は1件のみである。国が指定するものの他に、都道府県や市区町村においても天然記念物を指定することができる。 これらは各地方自治体の文化財保護条例に基づいており、各教育委員会が編集している文化財目録などで確認することができる。また、1976年に長野県で県の天然記念物に指定された白微信のように途中で解除、1995年される場合もある。日本国外における天然記念物制度は、 日本の制度と異なることが多い。日本では種や個体を対象とすることが多いが、アメリカなどの欧米諸国では、ナショナルパーク、国立公園として、地域指定しものを天然記念物として捉えている。また、日本の国立公園制度では保護、保全だけでなく、利用も、目的としているが、欧米諸国の国立公園制度では保護、保全を重点的に考えている。また、 国際自然保護連合 IUCN は自然の保護地域を分類定義しているがカテゴリー E を天然記念物としその定義を一つまたはそれ以上の特定の自然や自然文化的特徴を含んだ地域あり元来の希少性代表性美的資質文化的重要性の観点から顕著で類例のない価値を持っているものとしているこれも 天然記念物を地域として捉えている一例である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。